まあ去年の主力がおおよそ残留し、継続路線で上位を狙うかというところで、まあ去年結構苦戦はしたんだけど、やっているサッカー自体は意外と好感が持ててて、チームとしてのね、こうまとまりは悪くなかったし、攻守にこうメリハリの効いたサッカーが結構展開されてるなという印象があったので、あんまりね、悪い印象なかったんですよ。むしろいいサッカーやってるなっていう湘南は。ただなかなか点がね、効率よく点が取れてない点でちょっと迫力不足だったなというところは気になりました。やっぱね、町野選手が特に気になっているというか、このワールドカップ後、あの盛り上がりを J リーグにつなげたいという点で考えると、やっぱ町野選手はワールドカップメンバー選ばれた。それで今回残留をして、まあいわゆる湘南の顔としてね、ここでプレーする、言ってみればお客さんを呼べる存在なわけですよ。やっぱ彼がぐいぐいチーム引っ張ってゴールを量産してほしいんですよ。そうすると多分 J リーグ全体が盛り上がるんじゃないかなと思ってて、カタールワールドカップで日本代表として試合には出れなかったけど、あそこで得た経験をこのリーグ戦でね、ぜひなんか示してもらいたいという期待感がありますね。あれだけワールドカップ期間中にああいう欧州組とかともずっと練習をしてきて、気づいたこともたくさんあるだろうし、それをチームにやっぱり還元もする使命は絶対あるし、で、あとワールドカップで言うとキーパー谷選手が抜けたんで、このソン・ボム軍選手ね、韓国代表としてね、一応ワールドカップ選手ですから。ワールドカップ選ばれてたんですか？2人いるじゃないですかね、この。そうなんですよ。だからそういう意味では結構こうお客さんを引き寄せるパワーが湘南あるんで、こうガンバを契約満了になった小野瀬選手もね、ここでやってやるぞっていう気迫にね、満ちてると思うんで、でも個人的にね、バラダ選手好きなんですよ、プレースタイルが。柏時代とかも初めて J リーグの試合を生で記者として行った試合が、11年柏が優勝した時、柏新潟戦っていうのがあって、その時に抜群の働きをしたのがバラダ選手で、もうその時からちょっともう個人的に気になってて、何年前の話ですか？ 12年ぐらいの前の話です。でもこうやって見ると左ウィングバック中野選手だったり、ツートップの一角に阿部選手がいたり、で3バックの左杉岡選手がいたり、ね、高タレントをやっぱり揃えているので、個人的にこの侮れないなと思っていて、さすがにちょっとこう5位以内とかそこまで見据えるのは少し妨害な気もしますが、残留争いにはうまくいけば巻き込まれないだろうし、中位以上には入ってもおかしくないかなとは。いやでもね、福岡は個人的に僕はね、やっぱ今野選手が一番の推しです。要するに FC 東京から行ってて、もう本当に何ですか、あれですよ、無難のメッシーとか法政大メッシーとかって言われてる、そのプレースタイルそのままなんで、もう技巧派で、しかもミドル備えてる。だから福岡の課題としては得点力アップをしたいっていうところでは、もう今野選手はその攻撃陣の切り札的存在になれる選手なんで、ここは個人的にはすごい楽しみですよね。だやっぱり戦力ってなると、なかなかこの戦力充実ランキングでも18チーム中14位なんで、そこまで高くない。もうだんだん堅守速攻というか戦い方もだんだん対策され始められてるんで、だこの1チームしか降格しないっていうね、ところがある意味もしかしたら福岡にとっては救いになるかもしれない。まあ、あとは七選手がね、引き抜かれ広島に移籍したんで、左サイドバックね、ここが亀川選手が6年ぶりに復帰、どうなるか。
選手層はそんなに厚くないですよ、やっぱりね。だからここの難しいのは、福岡は得点力アップが一つ目標で、ただそこを意識しすぎて本来の守りの強さをちょっとこう軽視してしまうとチーム全体がね崩れてしまうんで、やっぱりこう安易にこう得点力アップって言ってるけど、なかなかそれって難しいので、個人的に予想としては、まあ、例年とね同じような戦い方をするなら、やっぱ少ないチャンスをどれだけものにできるか、そのキーマンとなる今野選手がどれだけその少ない決定力を得点に結びつけるかっていうところが最大の見どころかなっていう。だからあとは2年目のルキアン選手がねどこまでできるか、岩田で大活躍したんですよ。それで去年鳴り物入りで福岡に加入したんですけど、ちょっと今一つ。だから21年福岡8位だったんですよ。だから旋風巻き起こして、じゃあ2年目苦しむんじゃないか、でもなんとか残留して、ある意味3年目この正念場を迎えるかもしれない。すごいですね、3年 J1 にいるだけでも自分ですごいな。そうなんですよ。だからそういう意味でやっぱ長谷部監督の手腕ってすごいんですよ、やっぱ J1 で生き残れる戦い方、それをちゃんと見出した点ではもう称賛に値しますよね、だからこの監督のためにっていうところは、ある意味長谷部監督もそのモチベーターとしての要素は備えてるかもしれない、いやサガン鳥栖は実は言うと去年ね、僕はサッカー大賞の順位予想で最下位してたんですよ。最下位、やっぱり主力抜かれ、もうチームちょっとごたごたしてるかなと思って勝てないだろうと思ったら、この河合監督はねいい意味で裏切ってくれたというか、すごいいいチームをね作り上げて、ある意味旋風をね巻き起こしてくれたなというところで、こう純粋に戦力値では測れない強さが鳥栖って感じられるチームかなと思ってるんですよね。下が強いじゃないですか、ユースが。強いね。で強いのに外から取ってきた選手再生してるんですよね、岩崎とか西川も。そうだって、それこそ小山津選手だったりね、仙道選手もねここで復活してね、鳥栖からねバイエルンにね行った子も、福井選手もいるし、松本から来た横山選手、19歳の子なんだけど、すごいアンダー世代の代表も選ばれてて、すごいねスピード豊かな選手でポテンシャルがあるんで、間合いというか逆をつく動きが巧みという、だからある意味この鳥栖ってJ1 の中でも異質というか、ここで活躍した選手がステップアップを遂げるっていう、一言で言うと育成型クラブみたいな色が強くなってきて、それはそれでねクラブの在り方としては全然ありだと思っていて、で一つそういうカラーが出来上がると意外と選手が行きたがるクラブになると思うんですよね。ここに行けば復活できるとか、そういうの意外と大事なんですよね。まあ、あとはでも一応ねディフェンスはジェイゴ選手が抜かれちゃってるからね。であとは小泉選手も FC 東京に抜かれたんで、いやだから結局ここで評価されてね、要するに引き抜かれる選手はやっぱり増えてはいるんですよね。いやだからあんまりこの戦力値でいうと J1 の中では15位っていう、そんなに高くはないんだけれども、あまりこの数字に引っ張られすぎない方がいいかなと思っていて、去年の、まあ、攻守の要というか、まあ、チーム内得点王だった宇高選手と守護神の上福本選手が対談したというのが大きな変化。パトリック選手を完全移籍で
取ったんですけど、今この予想布陣のねための山崎選手も含めて想定できる戦いが、彼らにこうボールを長いボールを預けて、まあ、そこからのカウンターっていう、ここがそれ一辺となると相手にも読まれやすいし、なかなか勝ち点を拾えないのかなという点で少し厳しさを感じてるんですよね。あとはキーパーが上福本選手が川崎に移籍したので、ここの穴をどう埋めるか。まあでも超キゼ監督なんで基本戦術は多分ハイプレス、ただその攻撃 その最終的なパターンとしてね、その最前線にこう放り込むのか、やはりこの得点ランク見ても去年1位は宇高選手9点が1位、で2位が竹富選手3で、3位が宮吉選手2と、やっぱりもう得点力不足というところは顕著ですよね。だから多分もしかしたらパトリック選手の戦術がハマるとしたら序盤はハマるかもしれないですよ。去年も宇高選手は序盤は活躍したけどっていう、だからそこで対策されて点が取れなくなった時に、じゃあ事前策は何なんだという時に、長官も3年目だからそろそろ定着させて、そうです、3年目ですから自分たちの悪いところ、いいところは間違いなく把握しているはずだし、それを整理して、ね、今期挑めばもしかしたらすごいポジティブな、ね、結果を残してくれるかもしれないですし、もともと監督の手腕としては定評ある方ですからね。スタジアム新しかったらいいですよね。いいスタジアムだから、うん、そういう意味では これから上がりそうたいクラブではあるから、だようやくこうやってコロナ禍っていう世の中から少し変化が見えてるんで、やっぱ今年ぐらいから、ね、観客も100%声出しも、うん、多分改善されていくだろうし、横浜 FC は、戦力充実度ランキングだと、まあ、18チーム中17位。まあ、昇格組はね例年やっぱりこの評価が難しくて、だいたいこういう位置に行くんですけど、まあ個人的に注目しているのは昨季 J2 の MVP で得点王の小川航基選手、うん、彼がやっぱ J1 でねどれだけの実力を示せるのか、ここは一つ大きなポイントかなと。彼が点を取れば必然的にチームも上に行くんで、コーチにね中村俊介さんもいるんで、なんかよりアドバイスもらいやすくなった的なことも言っているし、ここ結構僕キャリアのターニングポイントじゃないかなと。だって小川選手もそうじゃないですか、高校選手権であれだけ期待されて東京五輪ではエースじゃないかと言われたけどちょっとくすぶり、ここに来てようやくまた復活というか印象付け、 J1 でどれだけできるのか。だ横浜 FC はどんな戦い方するのかな、ちょっとね大幅に入れ替わってるんで、また一からって言ってもね過言じゃないようなチーム作りをしないといけないんで、これは何ですか、 J2 で戦ってたけど J1 じゃもうちょっと今のままじゃ難しいからつっていっぱい変えてるんですかね。まあ多分それは絶対あると思いますよ。だから J2 仕様から J1 仕様にしないと戦い抜けないっていう。だやっぱ横浜 FC は21年シーズンにやっぱり20位でね降格してるっていうところがあるんで、うん、だそこのやっぱり反省点をね生かして、ちょっと J2 を勝ち上がったチームからさらにね、うん、戦力を積み上げしないとちょっと太刀打ちできないっていうところを踏まえての補強かもしれないけど、まあ個人的にあとはね FC 東京から加入した三田選手、そもそも FC 東京でもボランチをやりたいって言ってたんですよ。だから横浜 FC でようやくこのボランチっていうポジションで勝負できるっていう点では本人のモチベーションも高いかなと。あの去年の FC 東京ではウイングかインサイドハーフで使われてたんで、なかなかそのボランチっていうちょっと中盤の低い位置ではなかなか使われる機会なかったので、やっぱこのボランチっていうところでのこう本領発揮を見てみたいっていう。でも長谷川達也選手もいるし悪くないねチーム構成ではあるんだけど、ただねメンバーリストここで39人なんですよ、ちょっと多いなっていう印象があって、
なかなかこれってまとまらないぞって思いつつも、理想は30人ぐらいですか。30人ぐらいじゃないですかね、うん、昇格組なのに本当に横浜 FC と対照的にほとんどね補強で動かないという、さっき言った既存戦力というかね、去年のサッカーでどこまで J1 でできるかっていうね、まあなので戦力はやはり今評価としては J118 チーム中18位と69ポイント、果たしてこの攻撃的なアグレッシブなサッカーがどこまで通用するのか、まあ、この太田選手がねどう活躍するかは楽しみな部分ではありますけど、まああとはボランチかな、高選手と島田選手、これやっぱ去年のチームでもねベースというか、もう高選手はもう中盤のボールダッシュ、島田選手はこうゴール前までこう顔を出して得点に絡むっていうところで、うん、ここのバランスは維持できれば J1 でもねこうある程度戦えるかもしれないんですけど、このスタイル継続路線はいいんだけど、これが通用しなかった時の逃げ道があるのかっていうね、だからこれあれなんですよ、今 FC 東京監督のアルベルさんがベースを築いたんですよ、一昨年まで2年間そういう意識を植え付けて、アルベルさんは FC 東京行きました。でこの2年間にさらなる進化を遂げて新潟は J2 王者になったと。だから FC 東京と新潟の一戦はそういう意味ではアルベルダービーです。やっぱ J2 とはちょっと J1 ね、またこのプレーのクオリティっていうところではやっぱ差があるとよく言われるので、やっぱ J2 で通用していたポゼッションサッカーがそのまま J1 でねっていうところには少し、うん、不安が。白鳥さんだったら新潟と横浜 FC だったらどっちのこの方針を支持しますか。いやこれ両極端だよね、うん、どちらかとリスキーなのは横浜 FC の方かなと思ってしまう。ただこれが新潟に関してそれでも押し切れないのはサッカーのスタイルにあって、これがポジションサッカーというところに不安を感じてて、これが福岡とかと似たような守備ありきのカウンターサッカーだったら断然新潟を押すんだけど、ここが難しいですね。攻撃で対抗しようとすると J1 の上位陣には多分ね歯が立たない部分は絶対にあって、どうしても守る時間が増える、その時にちゃんと守れるのかっていうところが、そういう免疫がチームのこの選手たちに備わってるかっていうところが気にはなる。今回の昇格組はこんな両極端っていうのはすごい見どころのね一つだよね。正直ね、本命、絶対的な本命は不在だと思ってるんですけど、僕は広島と思ってます。やっぱ去年の実績と継続路線っていうところ、やっぱスキッペ監督の手腕、ここが大きな理由かなと。対抗がやっぱり横浜、川崎、ここはなんだかんだ攻撃的なスタイルがもう浸透してるんで、この降格が今回一つしかないっていうところ、全体的なシーズンの流れとしてオープンなゲームが多くなるんじゃないかなと勝手に予想すると、この2チームを上位争いからは外せないかな。でダークホースは名古屋、さっき言った通りこの長谷川監督の2年目っていうところがチームとしてより整備された名古屋がどこまでこう上位陣にね迫れるか、去年の上位陣に迫れるかというところは楽しみだなと、うん。